三島町は山口県の中央部、カルスト第一秋吉台のふもとにあった町である。山口県内陸部に位置し、夏暑く冬、寒いという内陸部特有の気候である。町は山間部に囲まれるように位置しており、町内間の移動も峠を越える箇所が存在する。また、萩市へ向かう県道32号線、ひばり峠は陶器に積雪や凍結などが多い。 奈良時代には、町のボルドー山が、奈良東大寺大仏中造のための銅を算出していたことがあり、寛永年間には、町内の千夜に寛永通報の抽選書が開かれるなど、古くから銅の産地として栄えた。江戸時代、萩に毛利氏の居城が築かれたことから、下関や小郡、宇部などと萩を結ぶ交通の要所となった。幕末期には、 長州藩内の俗論派と、高杉新作率いる、騎兵隊が大田から江戸にかけて、大規模な戦闘を行った。この戦いで勝利を収めた高杉が、萩まで新軍、俗論派を一掃し、明治維新への大きな一歩を踏み出したのである。町の基幹産業は農業であり、大田地区、赤郷地区などほとんどの地区に、広大な田が広がる。赤郷地区は、ごぼうの産地としても知られる。 近年では、工業誘致も行っている。山陽側の交通の要衝である、山口市小郡と、山陰側の中心都市である、萩市の中間地点であり、また、萩市とべしや峰市を、峰市と山口市や小郡町を結ぶ道路が町内を縦断している。町内に鉄道路線はなく、JR 山陽線新山口駅、または JR 山口線山口駅から、 バスの理解となる。戦前には、上から伸びていた、船木鉄道が、大田まで延伸される計画があったが、実現されないまま路線が廃止となった。町の中心部である大田にバスセンターがあり、大半のバスはここを経由する。ありがとうございます。